皆さんこんにちは。今回は水原一平さんと奥さんが行方不明となっている件について詳しくお話ししたいと思います。水原一平さんは大谷翔平選手の専属通訳を務めていた人物です。しかし2024年3月に水原さんが違法な賭博行為に手を染めていたことが発覚しました。その結果水原さんはドジャースから解雇され、現在は逮捕されるのではないかと危惧されています。一方水原さんの奥さんについても、最後の目撃情報は2024年3月20日の韓国でのドジャース開幕戦の時でした。そこで田中真美子さんと一緒に試合観戦していた姿が確認されています。しかしその後は行方がわからなくなり、水原夫妻は完全に姿を消してしまったのです。それでは水原一平さんと奥さんの現在について詳しく見ていきましょう。水原一平さんは4月12日にロサンゼルスの司法当局に出頭しました。そして一時的に拘束された後、裁判所での手続きを得て保釈されています。保釈の条件は保釈金$25,000、約380万円の支払い、パスポートの返納、賭博施設への立ち入り禁止、大谷翔平選手への接触禁止、ギャンブル依存症の治療プログラム参加、就職し働き続けることといったものでした。そして保釈された水原さんの姿はノーネクタイ、黒い上下のスーツ、白シャツ、足かせをつけられた状態と報じられています。法廷での様子は無表情だったと伝えられ、相当に憔悴している様子がうかがえたようです。一方水原さんの奥さんの行方については今のところ全く不明です。ただし水原さんと共にロサンゼルスの自宅に戻っている可能性も考えられています。理由は夫妻で飼っているペットのことを考えれば、奥さんが愛犬家であることから家族同然のペットを捨てていくはずがないからです。そのためおそらく奥さんは自宅に戻りペットの世話をしているのではないかと思われます。ただしインスタグラムの更新もなく、目撃情報もないため詳しい様子は分かりません。水原夫妻が今後どうなるのかについては様々な憶測があります。一つは水原さんのギャンブル依存症と大谷翔平選手への裏切り行為から離婚する可能性が高いのではないかという意見です。確かにオンになった大谷選手に多大な迷惑をかけた、今後水原さんが逮捕される可能性も、安定した収入源を失った、ギャンブル依存症が発覚した、二人に子供がいないといった理由から離婚は十分にあり得るシナリオと言えるでしょう。しかし一方で水原さんがギャンブル依存症を克服するためには奥さんの支えが必要不可欠です。またペットと一緒に暮らしてきた経緯もあり、すぐに離婚を決断するのは難しいかもしれません。そんな水原夫妻の馴れ初めについては、東京のクラブで日ハム時代のメンドーサ選手の紹介により知り合ったという情報があります。そして2人は2018年2月に渡米しましたが、急な渡米のため水原さんは奥さんにプロポーズする機会がありませんでした。しかし大谷翔平選手が機内でサプライズプロポーズのお手伝いをしてくれたおかげで、水原さんは無事にプロポーズできたそうです。つまり大谷選手との縁は水原夫妻にとってとても大切なものだったはずです。それだけに大谷選手を裏切ってしまった今回の事件は、水原さんにとって後悔の念に駆られることでしょう。一方でこうした過去があるだけに離婚には踏み切れないのかもしれません。いずれにしても水原夫妻の行方が注目されているのは間違いありません。今後の動向に注目が集まることは必至でしょう。一体水原夫妻はどこにいるのでしょうか。大谷翔平選手を裏切った水原さんは今後どのような処分を受けることになるのか。奥さんは夫の不祥事を許し支え続けることができるのでしょうか。これらの疑問に答えが出るのを世間は待ち望んでいます。約24億5000万円の不正送金をしたと言われている水原さん、犯行の手口については
大谷選手の銀行口座の連絡先を自分の電話番号に変更し、大谷選手になりすまして銀行に電話をかけるというものでした。この非常に組織的な犯行に、水原さんがどれだけ長い期間をかけて計画を立てていたのか気になるところです。一部の報道によると、水原さんは大谷選手の通訳を務める立場を利用して、長年にわたり大谷選手の個人情報を盗み見ていたとされています。もしこれが事実なら、水原さんの罪は一層重くなることでしょう。大谷翔平選手を裏切った水原さんの犯行に、ファンからは激しい批判の声が上がっています。しかし一方で、水原さんのギャンブル依存症を病気として捉え、一人の人間が落ちてしまった哀れな姿というような同情的な意見もあります。ギャンブル依存症は脳の働きに異常をきたす病気であり、適切な治療を受ければ回復する可能性があるためです。ギャンブル依存症の治療には、認知行動療法や医療の両面からのアプローチが重要だと言われています。医師や専門家のケアを受けながら、家族の支えも大切な役割を果たすそうです。このように水原さんのギャンブル依存症については、世間の反応は賛否両論に分かれているようです。ただ、大谷翔平選手を裏切った罪については、許される人はほとんどいないでしょう。敬愛するスター選手を金銭的に傷つけた罪は、ファンからすれば到底許せないことです。そしてこの一件を機に、水原さんのかつての、通訳の神様と呼ばれた栄光の日々が、嘘と偽りに満ちていたのではないかとの疑惑も浮上しています。ファンの中には、あの時の通訳もなめプロ気取りだったなど、水原さんの過去の行いそのものに対する疑念の声も上がっているのです。水原一平さんの奥さんについては、辛い立場に置かれています。夫の不祥事が報道されて以降、 SNS には、共犯ではないかといった奥さんに対する誹謗中傷が書き込まれるようになりました。しかし一方で、こうした誹謗中傷に対して、奥さんは被害者だと擁護する意見も出てきています。確かに奥さん自身は違法行為には一切関与しておらず、夫の犯罪によって一気に立場が覆されてしまった被害者と言えるでしょう。このように奥さんに対する世間の見方は2つに割れています。罪を憎んで非難する一方で、人間味を感じさせる温情的な目線もあります。しかしいずれにしろ、奥さんにとって今回の出来事は大きな試練となることは間違いありません。なぜなら、突然の夫の解雇によって無職の妻となり、生活の行く末に大きな不安を抱えることになったからです。安定した収入があれば一生心配のない生活が約束されていたはずが、いとも簡単にその約束が打ち砕かれてしまいました。さらに精神的にも大きなダメージを負っていることでしょう。田中真美子さんと親しく付き合っていた矢先の出来事だったため、申し訳なさと後ろめたさの気持ちでいっぱいなのではないかと推測されます。また、愛する夫が望まぬ犯罪に走ってしまったことで、夫への愛情と失望、そして自責の念に苛まれているかもしれません。そして何より、夫のギャンブル依存症が発覚したことで、今後の生活設計が一層見通しづらくなってしまったことでしょう。このままでは離婚を選択せざるを得なくなる可能性もあります。さらに、水原一平さんの奥さんは夫が解雇された直後から行方不明となっています。自宅にいるのか、別の場所に身を潜めているのかさえ分かっていません。もしかすると精神的に耐えられず、最悪の場合命を絶つなんてこともあるかもしれません。ただこうした中で、唯一の心の拠り所となるのがペットなのかもしれません。奥さんはワンちゃんたちを家族同然に可愛がっており、自身のインスタグラムでも愛らしい写真をたくさん投稿していました。離婚やペットの引き取り問題なども控えていますが、今はこのワンちゃんたちに癒されている可能性が高いのです。つまり、水原一平さんの奥さんは精神的に追い詰められた状況にあり、周囲から様々な非難の声が寄せられる中で、前途の見通しが全く立たない最悪の事態に立たされているのが現状なのです。この難局の中で、奥さんが適切な判断を下せるよう、世間から思いやりの念を持って見守ることが求められているのです。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。